皆さんこんにちは。今回は、以前の情報募集動画で紹介したブルーハーツのライブに映り込んだ謎の人物について取り上げます。観客席を後ろから映しているのですが、なぜかこちらをずっと向いている謎の人物がいるらしいのです。以前、ブルーハーツの映像に奇妙な観客が映っているという話を教えていただきました。ずっと演奏には目もくれずカメラの方を睨みつけているのが非常に不気味だったそうです。このライブ映像も見つけていただきまして、現在はショート動画として流行っていたようです。実際に見てみましょう。ご覧の通り、観客席を後ろから撮影したもので、当然、観客の皆さんはステージの方を向いています。しかし、一人だけカメラの方をずっと見つめている人がいるのです。さらに、他の人は結構動いているのですが、この人だけ微動だにせず、ただこちらを見つめているのです。この人物が非常に奇妙だとして、一部で騒がれていたようでした。確かにこの映像を見ると、あれ?と違和感がありますよね。なぜこちらを見ているのでしょうか?何か伝えたいことでもあったのでしょうか。いずれにしろ、ライブという状況下でこのような人物がいるのは非常に不気味です。この動画を前回、情報募集動画で紹介したところ、スタッフではないか、というコメントを多くいただきました。確かに、トラブル防止のためや、機材の監視等の理由で観客席にスタッフがいる可能性はありそうです。もちろんスタッフは仕事なので、ライブを楽しむわけにはいかないでしょうし、動かずにカメラか何かの確認をしていたのかもしれません。しかし、この映像は非常に画質が悪いので実際に何をしているのかどうか、わかりづらいのです。果たして、単なるスタッフだったのでしょうか、それとも、不気味な観客だったのでしょうか。今回は、この映像について調べていきます。かなりゾッとする映像ですよね。スタッフだったとしても、ここまで動かないものなのでしょうか。先ほど紹介したものは一部のシーンですが、以前にコメントでこのライブ映像について詳細情報をいただいております。どうやら、1990年に広島で行われたライブ映像だったようで、10分ほどの動画が Facebook にアップされています。また、YouTube にも情熱のバラを歌っている部分がアップされており、こちらは若干画質が良いような気がします。冒頭に流したのは、人に優しく、を歌っている部分ですが、実はこの人、ライブ中ずっと動かずにカメラを見ているようです。他のシーンも確認してみましたが、この人物は微動だにせず、カメラの方を見続けています。ちょっと気味が悪いですが、スタッフなのでしょうか。もう少し詳しく映像を検証していきます。その前に、この人物の位置関係について触れておきます。ライブ映像はたまにこのアングルに切り替わりますが、この時、例の人物の位置は、帽子をかぶった人を基準にしてみるとわかりやすいです。この人の二人分隣が例の人物です。これを踏まえて映像を見ていくと、トレイントレインを歌っている時に、別の角度から映ります。お分かりいただけましたか?帽子くんがここにいるので、この人が例の人物です。この人、ここでも全く動いていないのですが、よく見ると前の方に腕が伸びているように見えます。これ、何をしているのかというと、カメラを構えているのではないでしょうか。おそらく90年代とはいえ撮影禁止だとは思うので、やはりスタッフがカメラを構えて撮影していた可能性はあると思います。そうだとすると、この人はずっとこちらを見ていたわけではないのかもしれません。撮影担当ということで、自分でカメラを構えていたりステージに向けて設置されたカメラの位置を確認していたのかもしれません。カメラの位置を確認するために、観客席の中で棒立ちしていたと考えると、そこまでおかしい話ではないように思えます。ただ、ちょっと気になるのが、この人の顔がどのシーンでも全く見えないんですよね。顔が見えないので、服の感じなどでこちらを向いていると思っていたのですが、そもそも、こちらを向いているのか、ステージを向いているのかすらわからなくなってきます。
ちょっと不思議な話になってきましたね。確かにこの人、顔が見えないんですよね。服の感じなどを見るとこちらを見ているように見えるんですが、実際にこの人はどちらを向いていたのでしょうか。ライブシーンを確認していくと、最も近くから見えるシーンがこちらです。で、こちらの映像の明度等を調整してスローで見てみた映像がこちらです。顔の部分がはっきり見えますし、服の柄のようなものも見えます。やはりこちらを見ている可能性が高いです。ただ、中盤に流した映像を見るとステージの方にカメラを構えているようにも見えるので、たまにステージの方にカメラを向けることもあったのでしょう。ちなみに、全く動かないかと思いきや、首を動かしているシーンもありました。このことから、やはり普通の人間である可能性が高いと思われます。ライブ映像を見てみると、この位置からのアングルのシーンが非常に多いです。おそらく大事な位置にあるので、スタッフが注視している必要があったのかもしれませんね。ただ、この状況で全く動かずに棒立ちしているのは確かに不気味ですよね。スタッフではないかと思うのですが、顔が全く見えないというのも怖いです。90年代の映像なので、画質の問題だとは思うのですが、顔がはっきり見えれば答えがわかるかもしれないですね。というわけで、この人物については自身でカメラを構えているようなシーンがあるため、撮影担当のスタッフである可能性が高いと思います。このカメラの位置的に観客席の中に設置されていると思われるので、ずれないか等の監視をこのスタッフが撮影と同時に行っていたのではないかと考えます。この件はあくまで私が映像を確認した上での推測なので、皆さんも何か気づいた点があればぜひコメントいただければと思います。いかがでしたでしょうか。私はライブに行ったことがないので、スタッフの位置などはわからないのですが、観客席の中に立っているケースは結構あるものなんですかね。スタッフだと服装でわかるかなと思ったのですが、今回の映像を見る限りだと、そこまではわかりませんでした。そういった観点からも、ブルーハーツのライブに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントいただければと思います。